こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはサミープリンス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくサミープリンス行きました。続いて前へ行くのはフォーマルゴールド、さらにはアルファベットスープ、15番マライアズモーン、その後ろサンセットエーデン、後ろからになりそうです。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。前に戻りましょう。先手を取ったのはサミープリンス、すぐ後ろにアリゾナグローブ、並んで3番エイコンマーチン、アルファベットスープ、この馬もこのグループ、その外からフォーマルゴールド、並んで14番バブルトワイニング、マニックアセット、すぐ後ろその外にディアブランド、ライブリマウント、後ろからすぐ後ろにサッカーアトラクト、その外からマライアズモーン、並んで7番ギャロップキャスト。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでフォーマルゴールド先頭に変わりました。フォーマルゴールドさらにリードを広げます。サミープリンスほとんど差がありません。バブルトワイニング、3番手ライブリマウント、いい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはサンドピット、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。サンドピット先頭、2番手はシガー、サンドピット先頭だ、サンドピット1着、サンドピット1着、2着は微妙です。勝ったのはサンドピット、見事な勝利です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。パーフェクトワーク前に行きそうです。ファビラスラフイン、それに続いています。さらにはロンドンユニーク、6番バブルウェイ、その後ろシーサンダース、後方からこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。前に戻りましょう。バブルウェイ先手を取りました。好位置をキープしています。ファビラスラフイン、黒の帽子ノーザンストーン、その後ろその外にウィルアイドル、並んで9番シアトルショー、すぐ後ろにダビッドフォーエバー、サークルボールド、そのうちに続いています。並んで4番リアルコネクション、その外からアメリカンキス、これに続いてメルシーティブレス、シーサンダース、それに続きます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ファビラスラフイン早くも先頭、2番手はパーフェクトワーク。さあファビラスラフイン、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ファビラスラフイン先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はバブルウェイ、あと 200m。 ファビラスラフイン先頭だ、後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。2番手はシーサンダース、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ファビラスラフイン1着、2着はシーサンダース、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ファビラスラフイン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはオートリアアイディア、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。オートリアアイディア先頭、2番手は優勢トップラン、オートリアアイディア1着、オートリアアイディア完勝、オートリアアイディア1着、2着は微妙です。見事に勝ちましたオートリアアイディア。中山競馬場、本日の第5レースの発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。エリモトリック前に行きそうです。名声オペラ、それに続いています。さらにはシアトルジョン、6番月グリーン、その後ろノーブルスマイル、後方に控えました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはシアトルジョン、3番名声オペラ、2番手を追走。その後ろからは月グリーン、青の帽子エリモトリック、その後ろしんがりからノーブルスマイル。各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の名声オペラ、現在馬群の中ほどにつけています。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはシアトルジョン、間が空いてゴーイングセンサー、好位置をキープしています。名声オペラ、すぐ後ろにノーブルスマイル、さらには月グリーン、しんがりからエリモトリック。各馬砂煙を上げてかけていきます。先頭は依然としてシアトルジョン、ゴーイングセンサー、ほとんど差がありません。3番手に名声オペラ、絶好の手応え。大外から赤の帽子名声オペラ伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ先頭はシアトルジョン。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。シアトルジョン先頭、あと 200m、 シアトルジョン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。名声オペラ抜けた。名声オペラもう一伸び。名声オペラゴールイン。名声オペラ1着、2着はシアトルジョン。これは桁外れの強さだ。名声オペラ中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦。左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のアブクマポーロ、ゲートに入って体勢が整いました。
スタートしました。好スタートを決めたのはバイクプレースダンサー。綺麗なスタートを切りました。トロットフォード前に行きそうです。メジロヘラクレス、それに続いています。さらにはバイクプレースダンサー8番テンパイ、その後ろ後方に控えたのがマッチレスグラス。それでは先頭からトロットフォード先手を取りました。並んで7番サーガドラ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のアブクマポーロ、現在後方から先頭に戻りましょう。ストリートブルーム先手を取りました。すぐ隣にエセスフリーゼ、その外にテンパイ、緑の帽子トロットフォード、その後ろすぐ隣にサーガドラゴ、サイクルエトワール、そのうちに続いています。その外にシンコウインディ、その隣にジョージオーザ、その外にグリーリーウィンズ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はストリートブルーム、エセスフリーゼ、ほとんど差がありません。サイクルエトワール、3番手アブクマポーロ、いい位置、果たして先頭を捉えるか。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はシンコウインディー、シンコウインディー先頭、2番手はシンコウインディー、シンコウインディーいっぱいになった。あと 200m、 残り 100m、 アブクマポーロ抜けた。2番手はシンコウインディー、アブクマポーロ1着、アブクマポーロ完勝、アブクマポーロ1着、2着はジョージオーザ。これが世界の実力だ、アブクマポーロ。Thank you.